アカンカルデラとオアカンダケの地形と位置関係。左下は、メアカンタケオアカンダケは、北海道釧路市アカン町にある第四期火山。ふもとには、マリモの生育するアカン湖とアカン湖半温泉街が広がる。以前は活火山ではないとされていたが、過去1万年以内に噴火していたことが判明したとして2011年6月7日に活火山に選定された。 西方向にそびえるメアガン岳は、現在も活発に活動している活火山である。地質は安山岩室の清掃火山で溶岩ドームを持つ、アカンカルデラの後カルデラ火山である。14000年前以降に活動が始まった。8合目には1944年から1946年まで職員常駐の気象観測所があった。 阿寒湖半温泉街からおアカン岳を見ると山頂付近から山麓にかけて地滑りをしたような山肌が露呈している筋を明瞭に確認することができる。これは1993年1月15日に北海道道東地域を襲った釧路沖地震によりおアカン岳が裂けた亀裂痕である。ふもとから中原まではとど松と赤い松、 岳干場を中心とする赤江山帯新葉樹林で覆われ海抜1200メートル近い5合目付近から上部は廃末帯となっている。高山植物は大雪山系や知床の山々に比べるとそれほど豊富ではないが8合目の気象観測所跡地と山頂の間には岩袋などの小規模なお花畑が見られる。赤んこの付け根、滝口付近から おわかんだけの南から登るコースがある。標高差はおよそ1000メートル。登山道には1号目から9号目までの表示があるが、これは実際の高度を表しているわけではなく、5号目はすでに山頂までの8割方の工程に達している。ありがとうございます。